ショートケーキとお会いしたんですけどね。もらい泣きしました。わあ、いた。今日も卒業発表のぐらい泣いてたよ。めっちゃ泣いてたで。めっちゃおもろい。そうなんだよ。メンバー。え、なんかもうさ、最初の挨拶ぐらいから。何さ。涙声やったね。めっちゃ。確かに。え、今日なちょっとだけな。ちょっとだけ。そうです。さあ、まこ。え、見てたのさ。まれました。まれ。あ、そうなんです。え、あれやんな、夜の全体？なんか生き物が好きって言われてんの嫌やな。ああ。見てた、めっちゃ面白かった。わかるんだ。生き物は嫌や、ちょっとほのぼのしてほしい。絶対そういう気ちゃうやん。わかる。ふぅー。サンキューです、皆さん。めっちゃ青青見えてましたよ、ペンライト。嬉しい。サンキュー。ほんまにサンキュー、嬉しい。これは食べれるやつですか？この葉っぱ、パンダが食べるやつみたいな、笹みたいな。食べます。見えるかな？見てほしい。見てこの美味しそうなモンブラン。今日マコチコールやってきて嬉しかった。わー、ナイスですね。公演ありがとうございました。めっちゃ楽しかった。嬉しい。モニターの前で泡を振った。わー、嬉しいですね。今日はさっきもこう配信したんですけど2番手でした。やった、めっちゃ楽しかった。めっちゃ楽しかった。最高でしたね。またさせていただけるように。ノーミスじゃない。間違えなかったよ、そんな。多分。そうなんだ。目指すはセンターです。行くぞセンター。昼公演は、ちょっとごめん、いる。すいません。昼公演はレイポンとコヨリンと隅野あかねさんが見学してくださってて、で夜公演は愛花さんと弥生とジオンさんが見てくださってました。おーおーおーおお。ジオンさんにさっきね感想を聞きに行ったんですよ。そしたらめっちゃ良かった、目立ってたよって言った。うれじい。うれじい。うれじい。オンさん、もうダメです。何でしたは、シンポジのために練習してました。めっちゃ緊張しました。ドキドキ。幕開いた瞬間絶対驚かれるやろうなと思って。ブースしかと思って。よかったよって言ってもらったんで嬉しい。めっちゃ頑張ったと思う、ほんまに。あ、夜公演の。あの自己紹介終わりに履けたらすごい嬉しいことがあったんですよ。言えないんですけど嬉しい。すごいびっくりする人がいて、その人にあの推しメンって言っていただけて飛びました。もう それで頑張れた。それでも疲れを吹っ飛びました。代読したよ。
ないやろ、もう配信してる時点で恥ずかしいとか思ってない。表情めっちゃ良くて見てて引き込まれました。うわ、ありがとうございます。研究中です。フリーが下手。え、なにこれ。え、すげえ。サク、え、なにこれ、どうやって食べてるの。わ、俺聞き取れました。私頑張ったんですよ。メロンパンみたいな言ってない。食パン、塩パン、アンパン、デニス。アンパンは聞き取れた。他は分からんかった。パン祭りやで。春のパン祭り。そう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 。もうね、なんかさ、パンパンだけや。今日、青に入ってるやん。揚げパンやで、次はじゃあ。揚げパンやろ、かった。出てこなくて、昨日の夜お風呂入りながら考えてて。めっちゃ可愛い。あ、食パンやん。こういう衣装、考えしました。やばい、見てください、なんかシュッっていうシュワシュワの春のパン滑りって感じ。やめて、滑ってないから。知らん。頑張ったもんな。頑張ったから煽り。もう緊張するもんな、めっちゃ。しかも最後ミスったしなっちゃう。終わったらめっちゃホッとするくない。でもなんなんやろこれ。なんかガシュガシュのガシュガシュのカサカサのやつ。メレンゲ、ほうやほうや。こんばんは。皆さん感想を聞かせてください。本当に聞きたい。ツイッターとかでちょっと坂下真子をつけてツイートしてください。真子ちじゃちょっと引っかからないんで坂下真子でツイートお願いしたいです。あれはね、ちょっと難しくて最近ツイッター投稿してないから。まずそう言うな。美味しいですよ。めちゃめちゃ食べにくいです。でもえ、今日の聞きたい、フォローしました。え、今までフォローしてなかった。嬉しい。表情がいいです。嬉しい。だってだってだって本当に嬉しい。これも聞いてください。死ぬほど嬉しい。ありがとうございます。なんかさ、なんかこれプラプラってこうサビで下がっていくところできたのが本当ですね。ビューン。めっちゃ私どこがスペシャルやねんって。最高でした。最高に良かった、ほんまに。カドカヒ、あの方に見てもらう。あの方は誰か分かってないでしょ。ユリイカの気合い。ユリイカ大好きやからね。ユリイカは本当に好きなんです。バージンラブ、おしないか。アマクロの時のイントロ可愛かったです。おそう、アマクロはセンターです。ドレッドが変わるんで。スペシャルゲスト、なんかさ、自分じゃなくて、なんかすごい NAB とか代わりのある笑い芸人さんとかがスペシャルゲストで出ますとかだったら、あ、スペシャルってなるじゃないですか。一回出たことはある。あ
そのまま純粋に育ってほしいって言っていただいて、アンマーブハイム結構、たまさん曲めっちゃ表情、わかんない、ほんま褒められてばっかじゃ伸びひん。もっと頑張ります。あんまり余裕がなかった今日は。でもあんまポジションとかに切り取られずにできたのは良かったなって思います。すごい、すごい、山本さんありがとうございます。全然でも直しなかったですけど、反省会1個ぐらい。不満ボート、ぜひ投票してください。15です。反省点ない？マジで寝れるわ、じゃあもうしっかり寝れる。明日は囲み引きイベントあるので楽しみ。もうシンポジナの嬉しい、直しなかった。なんか前に行けば行くほど目立つじゃないですか、だから直し増えるやろなと思ったんですけど、なかった。嬉しい。ダンサーさんには、ダンサーさんにはなんかなんて言われましたっけ、全然気にならへんかったって言って、めっちゃ笑顔とか良かったし、かっこいいとかは特にいいって言われました。あとは笑顔のレパートリー増やして、フリーの時にここに笑顔欲しいみたいな、ここにバーンと欲しいっていうところにフリーがないって言われたんで、そういう決め、フリーの決めを研究します。フリー下手くそなんです、私。またぜひ来てください、遊びに来てください。かっこいい表情好き、やった。ダン大好きですよ。あ、もうそろそろ、え、マジで。ちょっとランキングをなるはやで読みます。13位トミーさんありがとうございます。12位橋本さんありがとうございます。11位29さんありがとうございます。10位コーナーさんありがとうございます。9位北野大地さんありがとうございます。8位ふっちゃんさんありがとうございます。7位ブーフさんありがとうございます。6位つかさんありがとうございます。5位マイクさんありがとうございます。4位チョコナさんありがとうございます。3位ハゲてへんわさんありがとうございます。2位チキンナンバさんありがとうございます。1位ダンさんありがとうございます。スクショタイム2やから2。そう、あやぴょんの生誕でした夜は。好き。今日は寝ます、キャンプ。またお越しください。タイミングとかいろいろあると思うんですけど、もう楽しませます、いつでも。握手会結構楽勝やったみたいで嬉しいです。